続いては土曜日に開催された柔道男子団体決勝リーグ、優勝は国崎と柳ヶ浦のライバル対決となりました。迎えた副将戦、国崎のネギが素早い動きから抑え込みを決め一本勝ち、国崎が3勝目を挙げ8年ぶり36回目の優勝です。女子でも国崎が7年ぶり4回目の優勝を果たしています。続いて剣道の女子団体、春の選抜大会で全国制覇を果たした明豊がその強さを発揮し大会5連覇を達成です。結果を自信に変え切ってですけど、慢心せずより一層精進してチームまた一丸となってやっていこうと思います。男子でも明豊が2年ぶり8回目の優勝を果たしました。続いて昨日行われたテニスの男子団体、全国制覇を目指す大分舞鶴が大分鶴崎を下し16年連続27回目の優勝です。これからも努力して大分インターハイでいい結果を出せるように頑張っていこうと思います。女子は福徳学院が15年連続16回目の優勝です。薙刀競技の団体戦では今年3月の全国選抜大会で日本一に輝いた大分西を筆頭に福徳学院、楠見山の3校が総当たり戦で優勝を争いました。定期的に合同練習をして一緒に腕を磨いている3校のライバル対決、制したのは大分西でした。全国チャンピオンの意地を見せ4年連続29回目の優勝を飾っています。インターハイも絶対優勝します。柔道、剣道、テニス、そして薙刀競技などは優勝準優勝の2チームが地元大分で開催される夏のインターハイに出場します。